ジャーナルスタンダード、笑いの撮影が決まった時真っ先に頭に思い浮かんだ思いを教えてください。最初笑いに衣っていう感じを知らなかったんで、笑いの撮影って言われた時、大雑把なえぐい番組決まったと思いました。まあ、ジャーナルスタンダードっていう、もう、ものに、すげえってなりましたね。超嬉しかったです。そういう感じな。なんか、何これ？嬉しいんだ。何これ？今、これのどれかを使うとかじゃない？ああ。一応3パターン。まあでもやっぱり、なんで自分らがみたいなのがあったんじゃないですか。うん、私も答えるってこと。じゃあ、やばい。みんなすごいなぐらい。みんなすごいな。もうちょっと声張りましょうか。はい。はい。撮影を終えられての感想を教えてください。そんな開けなくていいと思うけど、被らなければいいみたいな感じだと思うよ。うん、終わった瞬間、よっしゃーって思いました。いやー、とにかく楽しかったですね。でも本当にあの撮影をしてくださる、携わってくれる人多すぎて嬉しかったです。じゃあそれぞれのシーンの見どころ、ファンの方に見てほしいシーンを教えてください。高崎のディルショーシャンクみたいになってるシーン。いいです、これ自分のやつ言うんじゃないの、うん、確かに。俺の言ってくれんの、それカットかもしれんけど、さすがに。いやいや、でもあれは使ってほしい。俺背骨折れそうだったから。そう、ほんまに。あれ俺本当に無理してたから、あんた。すごいよね、クレッシェンドみたいなやつ。うん、うん、もっといけますかって。だんだん強くだんだん強くクレッシェンド。いけませんっていう背中だったら、もうもっと、うん、もっともうちょいっていう。あそこ一択かもしれない、うん、でもあれ写真ちょっと見せてもらったら、うん、本当にめっちゃいい、かっこよかった。あの写真は、あの引きで見たあれはやばかったと思ったけど、写真はほんとめっちゃ素敵だった。うん、じゃあいつもは自分たちで構成を作って撮影をされていますが、今回撮影をされる側に率直な感想を教えてください。いや、構成普段決まってなさすぎて、あの構成作ってくれるのめっちゃ助かるけどな。もうただお願いされたことをやればいいという、うん、メイクさんが可愛かったな。可愛かったな。うん、なんかその今の質問に対する答えやばくね。今パッと思いついたこと言ってね、お前。構成してくれたやん、うん、顔面の。あ、顔面の構成の方の構成も今聞かれてたのか。うん、うん、すごい、うん、構成されてたな。あとスタイリストさんが面白かったな。面白かったな。面白かった。すごい基人やったな。うん、すごかった。まあその面白かったの追加で来ないでよ、基人とか。うん、じゃあ皆様にとってのファッションとはどういう風に捉えられていますか。僕にとってのファッションはもう自分の、あの気持ちを上げてくれるもの、一日のテンションを上げてくれるものです。僕にとってのファッションは、まあ、その人を表す個性の一部だと思いますね。いや、さっきと変わってなくない。1月に動画が流れますが、ファンの方へ最後メッセージをお願いします。まあ、多分
ジャーナルスタンダードに、とコラボってことは、僕らの知らない人がほぼ見るってことなんで、まあ、お手柔らかにお願いします。第1回が空気階段さんで、第2回僕らということで、第2回誰がやっとんねんっていうことなんでしょうけど、僕は空気階段さんと喋ったことがあります。弱いよ。僕もあります。僕喋ったことあります。僕はないです。僕の働いてた相席屋にもぐらさんが来て、相手の女の子からめちゃくちゃチェンジカード出されたことあります。しかも僕その時キッチンでした。ホールの人に言っても変わらんからキッチンまで来ました。ですかね、はい、質問以上、はい、以上で、すいません、編集お願いします。大丈夫、これ全員映ってた、画角映ってる。太陽とか伸びしながらもう倒れちゃうぐらいで、おーこんな感じ、手ちょっとこんぐらいに来る。で、首はちょっとこう右の方に、後ろに下がってもらっていいですか。ご自分の後ろ、後ろで、はい、持てて、まだちょっとこれやるかもしれない。やってる、また動き続けてもらえたら、右腕がっつり伸ばしてみる。じゃあ、呼び合うね。いや、僕パンって合図したら、下誰か下分かるぐらいの感じでパッて迎えて合図カンプです。ちょっとキョロキョロしててくださ
携帯見て。手だけ前に行って、もうちょい手下に落とすの。あ、いや、踏んだわ。という流れで、上にみんな上がってって、上で着替えて、で下降りてきて、まあ、その後は、まあ、テレビ見てるみたいな感じで、いろいろ、物を撮ったり、あとちょっとそこのベランダみたいなとこ撮れたらなと思ってます。はい。で、ちょっと日の関係で、まずここのシーンから、ここの最初のその上がるみたいな下りから撮りたいなと思うんですけど、はい、南さんちょっと一回、ちょっと絵の外でお待ちいただいて、はい、他皆さん4名で、じゃあ回します。はい、回りました、お願いします。どうぞ、持ち頭せずて、ちょっと体こっちの方に向けてください。なんかフードかぶってみて。あ、でもフード取ってみて。喋ってもらって大丈夫です。キングダムの話。あ、でもそう、誰にネタバレしちゃうか分かんないから。そう、ここはキングダム読みそうな見た目の人めっちゃ多いから。キングダム読んだことないんですけど。あ、そうなんですか。魅力は何ですか。魅力長いんでしょって。めっちゃ長いっすね。でも本当に追えなくなります、マジで。多分情報がめっちゃ多いもんな。なんか盛り上がってなかった。最悪やばいっす。脳内で盛り上がってるから。いや、一応ね、引っかかる可能性もあるから。何の会話今だ。座ってるんですか。